はい、タンタンです。かっこいい、ジャズベタイプが入荷してまいりました。国産の百瀬ですね。百瀬の JB タイプ MJB1 のスタンダードの NJ レリックの3トーン3バーストの一品でございます。MJB1 の、スタンダードモデルを元に、レリックを施したこの辺とかね、かなりかっこいい感じに仕上がっておりますけれども、よく見るとこう、ボディ全体にウェザーチェックもビシビシッと入っているレリックの、仕上がりをした MJB1 の個体となりまして、非常に、ルックスもかっこよくって、弾きやすい国産の、ギターじゃない、ベースになっております。で、特徴としては、そのレリック加工というのが一つと、あと地盤面は、マダガスカルローズウッド、これを使っているというのが、このモデルの特徴でございまして、非常に、甘い感じのサウンドが心地よくなっております。こんな感じですね。ネックのところはそこまでこうレリックはされていませんけれども、よいしょ、塗装はかなり薄く作られておりますので、なんかこう弾いててもね、こうちょっとこうヴィンテージなサウンドを、味わうことができるような作りになっております。でピックアップも、60年代風のモデルを目指して作っているピックアップが搭載しておりますので、その辺がかなり、価格以上にお買い得、いい作りになってるかなと思います。フロントからちょっと聞いてみます。マスターボリュームに変わります。感じの、システムになっておりまして、結構こう、ネック側の、ピックアップも甘めのサウンドが特徴でございますし、ちょっとこう、こなれた感じの音が非常に弾いてても心地いい、ベースかなと思います。ルックスだけじゃなくて、その辺のサウンド面もかなり研究されて作っている、百瀬ブランドの、ジャズベタイプでございますので、ぜひ一度検討していただければなと思っております。で、この辺もちゃんとこう塗装は乗っているので、木馬は出てるんですけども、ちゃんと塗装された、ヴィンテージの扱いがちょっと難しいかなっていう方でも、比較的使いやすい、そんな感じの、レリックものになりますので、国産百瀬、ぜひ一度、弾きに来ていただければなと思っております。そんな感じでこちら、百瀬の、MJB1 のスタンダード
NJ ですね、ニューハカランダですかね、NJ の、スリントーンサンバーストレリックモデルでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。